せる時がある。マルカバッター、どうぞ。すみません、はい、そうですよね、はい、これだけたくさんの方にお越しいただいている優勝祝賀会ですから、皆さん思ったと思いますが、浜田君どんな時に感じますか？いや、もういろんな人がすごいメッセージが来るので、それはもうすごい時間です。それはもう OB の人も含めてってことですか、先輩？あ、そうですね、もうすごいメールとかもたくさん来るんで、ちょっと待って。準決勝の試合前にも先輩たちからメールが来たんですよね？はい、たくさん。はい、そう、本当に大きなことを成し遂げたと実感している選手がほとんどだということですね。さあ、それでは行きましょう。